ばんは。さあこの後は皆さんお待ちかねの夜のヒットスタジオデラックスが始まります。今夜はフジテレビのこの秋のキャンペーンガールとしても大活躍の聖子ちゃんをはじめ、今日もあでやかな着物姿を披露してくれる石川さゆりさん、最近ますます声が若返ってきた高橋真理子さん、そして久々のドラマ出演に張り切っているゆいちゃんという華やかな女性陣、その他にも企画が目白押し。まずなんのちゃんは夜ヒット名物衣装デザイン募集を行います。デザインに自信のある方は必見ですね。レコーディングでニューヨークへ行っているハウンドドッグは衛星中継で登場。目つぶってて歌詞が出てきたもう全部出てきますというわけで今日はですね、メドレーエンドはご存知、君忘れじのダン耕作さんです。懐かしいです、葉山さん、本当にね、はい、2年半ぶりにですねまたまた登場してくれましたけども、はい、今日は懐かしい話とか含めまして、また強力なですね援軍もやってくるなんて噂もありますし、そうですね、楽しみですね。ぜひまた後ほど歌、そしておしゃべり聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ僕の方から行きましょう。両陣行ってみたいと思います、はい、14人編成になりましてパワーアップしました、うん、トップスの皆さん見て楽しんでください。10月26日オンエアですね、追いかけたいのスポーツ記者にチャレンジしております南野陽子さん、いいよ。11月1日に、イメージキャラクターのね、ニコニコ笑ってるね諸星くんなんか、はい、葉山雄三さん知ってる？うちの父が、うん、うちのお母さんに、プロポーズするときに、うん、君といつまでも歌ってプロポーズしたそうで。本当か？君はいつまでも話さないよ、いいだろっつって。幸せだなっつって。はい。それ即興で作ってないか？作ってません。作ってない。はい、だからサインもらってこいって頼まれちゃって。なるほど、はい、先ほどいただきました。大丈夫、大丈夫、大丈夫、サインもらった？はい。加山さんね、やっぱりね、世代が違うって感じもあるけども、いやもう、 うちの息子と同じぐらいだから ね、 ね、もう参っちゃいますね。でも初めて今日光源氏、うん、初めて見たな。ね、うん、いいね、いいでしょ、元気満々でね、つらつとしてていい。そうで、加山さんは加山さんで密かに光源氏のサインを娘がファンだからくれないかっていうふうにちょっと根回しをしたという話もまあとにかく今日この豪華なメンバーで、はい、2時間いってみたいと思います。よろしくどうぞ。生放送。はい、まずはトップバッターはですね、トシと一緒にですね、フジテレビの新しい10月のドラマ取り組んで金太10番勝負、はい、頑張っている浅川結衣ちゃんでございます、はい、やっぱり結衣ちゃん、金太10番勝負ってのは実は麻布10番のおせんべい屋さんが舞台になってるから、はい、ね、やっぱりあの辺りで好きなのっていうと焼肉関係とか。そうです、あとたい焼き関係、たい焼き関係、はい、ね、でもね、甘いもんもその焼肉も栄養満点でいいけど、やっぱりあれだよね、野菜とか取ったりとか、うん、栄養のバランス考えなきゃいけないってね、宮崎の方のお父さんお母さんもすごく心配してるみたいよ。そうですか、うん、やっぱり気をつけないと。はい、ね、やっぱり食事が偏っちゃダメなんですね。でそれ本当にね、もう忙しくてね、なかなかね、親御さんはね、ゆいちゃんと東京のゆいちゃんと連絡も取れないみたいなね話がありますんでね。またもういい、またもうと照れておりますが、もしもし、もしもし、どうぞお母さん、もしもし、お母さんですか？こんばんは、いつもお世話様になっております。こちらこそ、ちょっと待ってください、はい、ちょっとゆいちゃん照れてるけど、ちょっと先、もしもし、もしもし、あ、お母さんですか？どうもどうも。
あのね、はい、今もちらっと話出たんですけど、やっぱり忙しいからゆいちゃんが寝ちゃってる時電話しちゃまずいとか、あんまりあのお話できそうでしょっちゅうは電話できないみたいですね。そうなんですね。あの元気なことを確認したいんですけれども、あのこちらから電話した時にですね、疲れて寝てることがいくたびかあったものですから、起こしてはいけないと思いまして。あ、なるほどね、でもなんかゆいちゃんに必ず野菜食べるようにってくすぱく言ってるみたいですね、お母さん。そうなんです。野菜と果物をですね、あのお肉が好物だからですね、あの栄養が偏らないようにと思いまして。あ、そう、お野菜と果物をよく取るようにって言ってるんですけど、だけどそのお野菜と果物ね、今あの本人ちょっと首を横に振っておりました。あんまり食べてないみたいですよ。ちょっと食べてます。あ、急に変わっちゃった。お母さん食べてるらしいです。本当？ちょっとゆうちゃんちゃんと弁明しなさい。とりあえず食べてます。食べてる。あっちゃん、はい、どうも。しばらくでしたね。元気そうね。はい、変わりなかった。少し太ったね。太ったかな。ね、食事しっかり食べて。電話してないな。娘さん言葉少なですけど、お母さんあのね、元気でやってますから、それだけはとりあえず安心してもらって。そうですね。あとここでね、テレビの場であえてね、約束して、ゆいちゃん絶対ちょくちょく電話するようにします。はい、ね、これはもう今約束を取りました。はい、またね、お子さんからの電話待っててくださいね。はい、わかりました。お父さんにもよろしくお伝えください。はい、わかりました。どうもどうもありがとうございました。そのまま、はい、テレビでご覧ください。お母さんやっぱりね、いつまでたっても心配ですからね。まだ若いし、特にね、野菜食べんのと電話すんの守って、はい、保護者みたい。もう保護者みたいになってしまいましたが、はい、さあそれでは行ってみたいと思います。はい、ゆうちゃん、セシル。始まった方が長く続くね。
りあの、かわいい、ね、うん、あのこういうところでテレビで突然お母さんなんか電話で話しちゃうとやっぱり若い女の子ほど照れる ね、うん、そうですね、びっくりしちゃってね、そういうところあると思いますけど電話しますからね、うん、さあ続いていきましょう、トップスです、ド派手です、どうも頑張っております。ここはトヨタ自動車、ライオン、松下電機、明治乳業、ネッスル、ノエビア化粧品の提供でお送りします。さあ続いてはなんのちゃんの登場です、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。早速ですけどね、久々に復活いたしました企画第4弾、はい、あなたもデザイナースタイリストになれるという、なんと今度はなんのちゃんの新曲にちなんだ衣装、そのデザインが募集ぶち上げてみたいと思います。秋からもうそばにいてという題名ですね。そうです、はい、ね、ズバリどんな衣装っていうこうなんか希望がある。そうですね、曲としにあって、そして普段私が着ないものがいいですね。ね、つまりあの自分今までのその衣装のイメージを払拭したいというようなね。そうですね、うん、じゃあここにねフリップにまとめてみました、もう一回ね、はい、何のの注文って書いてありますね。曲今日歌いますからね、よく聞いておいてください。曲中推しの内容をよく聞いてイメージしてほしい、それから秋らしいデザインにしてほしい、それから今までの衣装とにとらわれずに、今言いましたけどね、南の陽子に着せてみたいなというのをね、もう自分勝手でいいから描いてきてほしいというね、自由奔放なイメージで結構ですけども、今までのちょっとなのちゃんのイメージと違うもの、そしてこちらでございますんでね、はい、はい、じゃあなのちゃんスタンバっていただけますか、はい、こちらでね、ちゃんとあの募集のフリップやっときますからね、何度の衣装デザインが募集です。あなたがデザインした南野陽子ちゃん、そう衣装のデザイン画を募集いたします。宛先ご覧の通りです。締め切り来週の水曜日必着になっておりますので、ぜひこちらの方にお寄せいただきたいと思いますね、はい、ちなみにスタッフはね、ミニを履かせたいと言ってました。ミニを履かせたい、ちょっとエッチな感じもしますね、はい、秋までもそばにいてほしい、はい、抱きしめ
秋からもそばにいてでした。どうもありがとう。はい、さっきも言いましたようにね、今奈乃ちゃん自身がフリップ持ってくれておりますけれどもね、衣装デザインが募集、どしどしご応募いただきたいと思います ね、もう斬新なイメージで彼女にこれをぜひしたいというのをですね、応募しますので、ぜひこちらにどんどんご応募いただきたいと思います。さあ、それからマッチ、ね、マンスリー1ヶ月ご苦労さんでした。今日はもうずぶ濡れになりながらの熱、ね、演でありましたけども、まずは記念のメモリアルマンスリーゴールドマイクです。どうもありがとうございます。2つ目、だんだんとね数を増やしていきます、ね、ちなみに 来月のマンスリー10月は、はい、久保田俊信君でございますね。そちらの方も期待していただきたい。加山さん、今日は本当にどうもありがとうございました。コンサートの方も11月までありがとうございました。久保田さん、お待ちしておきます。この放送はトヨタ自動車、ライオン、松下電器、明治乳業、ネッスル、ノエビア化粧品の提供でお送りしました。